はいどうもソルメシです。よろしくどうぞ。さあ始まりました、2022年ソルメシ TV 一発目の食べ歩きでございます。とうとう始まっちゃいましたね皆さんお正月はいかがお過ごしだったでございましょうかね。私ソルメシはですね、まあまあ食べてまあまあ飲んでました。はい、おかげでちょっとぽっちゃりした感じでございますよそれでもですね、今年はガンガンまた食べ歩いていきたいかなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたします。そして今回はですね、やっぱ一発目は小倉でしょう。ちょうど中心部の方へ今やってまいりましたので、まだねでもどこに行くかちょっと決めてないので、定食屋に行くか洋食レストランなんかに行くか、ちょっとまだまだ降りてから決めようかなと思っております。はい、ということで今日も美味しいものを求めて行ってみよう。ソロメシ TV、 さあ今日はですね、以前視聴者の方にね美味しいよって教えてもらった定食屋さん、玉川食堂に行ってみようと思います。この前ね行った美容師の人にもねおすすめですよって言われて、これはちょっと行かないかんでしょうとどうやら創業100年を超えてるらしいからね、半端ないよね、超老舗でどうもね魚町の地下にあるっぽいんだよね。地下この辺かな、多分この辺だと思うんだ。あった、ここじゃない、ここだ、ここ玉川食堂。おお、めっちゃ近いやね。どうやらこの下に玉川食堂があるらしい。行ってみましょう。おおめっちゃいいね、手書きでございます。多分この奥にあるんだよね。でも創業100年ってすごいよね。っていうことは1918年って書いてあったのかな、確か大正7年らしいんだよね1918年よ。もうね米騒動しか思い浮かばないあとほらあのベルサイユ条約とか1919年でしょ、あれ、うん、歴史よまたあります。はい、右ですもんね。右に行きましょう。さあまだ奥行くよ、まだ行くよ。はい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 、あったー、ここじゃない、ここだね。いただきます。一番人気で古いメニュー、シナ天定食頼みました。はい、唐揚げ定食ですな。はい、めっちゃうまそう。一応唐揚げです。見てこれ大盛り、さらにこの上のメガ盛りがあるらしいとりあえず大盛りにしました。おかわりは自由。あ、うまっ。うん、おいしい。なこの唐揚げ。小鉢はね結構いろいろ、何十種類、結構いろんな種類あるんだけど、今日はね私きんぴらごぼうにしました。マカロニポテトサラダとかも人気あるみたいね。おうまっおいしい、大丈夫、おいしい。今最近はその小倉なんで、あの、お店だけ。ああ、
れもこっちの母親はもともとこちらの人間なんで、ああなるほど、ね、はいはい、そんで今それが人気が乗った、今度それ食べます。今後の淳君も使いすぎ、あ本当ですか、はい、すごい、あ本当だ、テレビと関係なしにね、はい、あのジリフランス、おお、関係なし、はいはい、どちらかというと鳥天に近いらしいね。シナテン。結構外側はね柔らかめでございます。しまったな。メガ盛りにすればよかったな。でもねあのおかわりは自由みたい。味噌汁も。味噌を食べたいですな。美味しかったです。玉川食堂最高、うん、美味しかった、ごちそうさまです。